こんにちは、そっかじくのこぶです。まあ、あの、しのぎを削るって言葉がありますけども、あれはね、包丁の部分でしのぎっていうところがあるんですよ。まあ、それを常に磨いとかないと、自分が磨いていても磨いていなくても、ライバルは磨いてるよってことなんですよね。まあ、ですんで自分もしのぎを削るし、ライバルもマーケットの大勢の人もね、しのぎを削ってるし、しのぎを削ってる者同士で、いつも戦ってると。 しのぎを削らないものは戦いにも参加できないっていうことを表しているのかなと思います。まあそう考えていくと、まあ、私もね一時期みたいにビジネスをガッツリガッツリやってはいないんですけども、まあ、でも売り上げを取るためにやることっていうのはまあまああるわけですよね。商品をリリースすることリリースできるように日々発信をつなげていくこと多くの方のお問い合わせに即日答えることとかね。 しかも具体的に分かりやすく何度も、まあ、そういったことを繰り返してますかねでまあある程度稼げるのだと私でもそのぐらいはやってるんですけどもなぜかね稼げない人はねそこまでやらないんですよね吉田さんねで FX もそうなんですけども私は今ね FX は本当にちょびっとした時間で稼げるようにはなっているんですよ勝率もかなり高いしそれを日々見せているんですよね、まあ、そうすると勘違いされる方がいて 私も忙しいんで朝ちょびっと昼にちょびっと夕方にちょびっとぐらいで稼ぎたいんですって言われる方がいますけどもそれはそこまでやれたらの話なんですよ。で繰り返し申し上げますけど私は FX は6年目になりますけど1年目は1回も勝ったことがなかった上に1日10時間ぐらいを1年間全うしてやってましたからねだからそういうものを乗り越えてなおかつ繰り返して繋げていった結果今に至るわけなんですよ。 だから、いいとこだけ見て、同じようにやりたいって言っても、そこに至るまでのプロセスを見てないと、なんか本当に簡単にできちゃうっていうふうに勘違いしちゃうんじゃないかなと思うんですよ。でもちろん私、今はね、1日10時間もやらないですよ。1日10時間やらなくてもいいようになったわけなんですよ。つまり、しのぎを削ったわけですよね。で、暗号通貨の投資に関しましても、様々なお誘いはありました。でも、選んだ通貨、自分で決めた通貨、それなりに裏付けがあって、自分なりに自信を持った通貨で、 えーまあ、投できたわけですね、まあ、それがあタイミングよくうまいことなったそしてもう終わったと言われたあビットコインとかそれからイーサリウム XRP などもきちんと自分が考えた投資のスタイルで一定枚数購入してで販売するタイミングを自分なりに測って販売したと。 まあ、両方ともベストだったわけですよね、それが。まあ、これからのことを考えたらベストかどうかわかりませんけども、とりあえず私の購入するスパンで見ると、まあ、まあまあベストだったかなと思います。それっていうのは、あの、動画にもできていないし、言葉にもできていない裏で、やっぱたくさんの思考があったわけなんですよね。でそして、なんで有名なスピンドルみたいなね、芸能人が勧めてるのを買わなかったかっていうのもちゃんと理由があるわけですよ。 もちろん余剰資金があったなかったっていうのもありますけどもこれでお金を失っても悔やまないかってことを考えた時にこんなバカなね芸能人みたいなのがチャラチャラ出てきたのに引っかかったら悔やんでも悔やみきれないと思ったのが一番大きかったですね。あの芸能人がセールスしたかかからいいいいとと悪じゃないんですよだから無名なコインでもきちんと仕込めたかなんですよね。 大体、その暗号通貨の話すると、ICO 前にあれだけ目立っちゃうと、ICO 後に売れるわけないっていうのは、これはね、そんなに投資に詳しくない人でもわかるわけですよ。誰にも気づかれないように、こっそりと ICO なんてあるもんじゃないですか。上場前の取引なんての。で、上場した時に、一人でも多くの方にお知らせするタイミングが来て、そこで売れるから、上場前に仕込んだものが上場後に売れるっていう流れができるのになぜかね、 上場前に有名でみんな買ってるよってものを買っちゃうんですよね。上場前にみんな買ったら、それは上場してみんな落ちるでしょう、値段が。こういう簡単なことも、やっぱり積み上げてないとわからないんですよ。うん。だからねし、しのぎを削る、しのぎっていう感じはどういう感じなのかちょっとわかりませんけど。しのぎを。あ、しのぎこういう感じなんだね。えー、金編に高いって書くんですよね。うん。初めて知りました。 偉そうにしのぎを削るなんて言ってたのに。でもやっぱりこういう風にね、うん、包丁を研がないとダメだよ。剣を研がないとダメだよって吉田さんは言われてましたけども、どこを研ぐのかって言ったらこのしのぎなんですよ。このしのぎを削ることによって、まさに切れ味っていうのが確かめられるんですよね。だから、包丁を研ぐスタイルを取ってても全然ダメで、このしのぎを削るってところなんですよ。ただ歯を磨くだけではなくて、 包丁の刃を磨くだけじゃなくて真に肝心なのはしのぎを削っていますかってことなんですよ磨くんじゃなくて削っていますか研ぐんじゃなくて削っていますかってことですまさに自分の命を削ってお金ってものを生み出している自分の人生寿命時間を削ってお金を生み出すそのぐらいの覚悟がビジネスにも恋愛にも人生にもいるんではないかなと思いますなぜならいつ終わるかはわかりませんが人生は有限でしかも かなり短いからなんですよね。かなり短いんですよ。うん、しのぎを削らない瞬間なんて、全くいらないぐらい、うん、忙しいですね。これがね、時間を大切にしていればいるほど、その時間の大切さがわかる。稼げば稼ぐほど、時間の大切さがわかるんですよね。ひどい言い方になりますけども、時給800円で、ね、過ごしている人と、時給1万円で過ごしている人、どっちが、 1>, 1時間あたりの貴重さっていうのがあると思いますかですよ。どう思います片方では1時間で1万円作り出す人、片方では1時間800円作り出す人、あなただったらどっちがより大切な時間の使い方をしていると感じます。ね。時間単価が高くなると、自分の自己単価が高くなると、もったいなくなるんですよ。1時間800円とか1000円どころじゃないんで。この境地に達するからこそ、 稼げるスキルがついた人はその稼げる力を使いたいし、本当に自由な時間を手に入れた人はその自由な時間を隅々まで謳歌したくなるんじゃないかなと思います。今回はしのぎを削るということでお届けしました。